ララララ左翼エンジンブロック脱落。もうダメです。諦めるな、まだやれることはある。大丈夫だ。ララララララ、学園都市第23学区にスペースプレーンオリオン号が不時着しました。オリオン号は帰還直前に成層圏でデブリと接触、エンジン故障などのトラブルによって不時着に至った模様です。幸い乗っていた乗員乗客88名は全員の生存が確認されました。繰り返します。乗員乗客88名全員の生存が確認されました。バーガーで手を打たないか、インデックス。ダメだよトーマ、昨夜はとってもとってもひもじい思いをしたんだから。仕方ないだろう。うん、晩ご飯を忘れるとね、存在そのものを忘れられたような気分になるんだよね、スフィンクス。ああもうわかったわかりましたよ、好きなだけ食え。まったく本当だねトーマ。ああ、上条さんに二言はねえよ。ねえトーマ、宇宙エレベーターって何？もうトーマ、インデックスさん、あなた完全記憶能力があるのに何言ってんですか？あれだよ、あれ、あれが宇宙エレベーターだ。ねえトーマ、今までもあんなのあった？ありましたよ。科学が絡むと本当にダメだな。あの時もあの時もあの時も堂々とあったでしょうが。ちんぷんかんぷんだよ。発表は最近だけど、学園都市じゃなきゃ絶対不可能なスピードって言われてたんだ。スピードがすごいのは分かったよ。でさでさトーマ、なんだ宇宙エレベーターって何？つまりだな、ロケットとかシャトルとかを使わねえで直接宇宙まで上がれるようにしたのが宇宙エレベーターさ。おー、科学サイドはバベルの塔さえ現実のものにしようとしてるんだね。ほらインデックス、ここからなら見えるぞ。ペガサス88の奇跡？ああ、そういえばあったね、そういうのは。3年前です。あのオリオン号の事故でスペースプレーン計画が凍結されて宇宙エレベーター建設が本格的に始まったんですって。へえ。なんてったって世界初の宇宙エレベーターですからね。しかもこの学園都市に建設する困難と苦労は赤道直下に作るのと比べてもう何倍、いや何十倍です。それをものともせずについに完成させたのがあのエンディミオンなんです。その姿はまさに空に駆け上る天の橋立て、美しいですよね。うん、そうね。あ、ねえそれ何聞いてるのサテンさん？ああ
アリサってネットとかストリートライブで活動してるアーティストなんですけど、今すっごい人気なんです。試しにダウンロードしてみたらいい曲ばっかりで。これは噂なんですけど、アリサの歌って聞くといいことが起こるって言われてるんです。あのね、ほら、とにかく聞いてみてくださいってば。ああ、うん。あれ？この曲、うん？あ、この人ですね。うん。ああ、やっぱりあの子だ。まさか美佐子さん、アリサと知り合いなんですか？あ、いや、まあ。歌とか聞かねえんだけど、ま、そんでもすごかったってのは分かったよ。うんうん。ほら、お前の曲これに全部落としたんだぜ。ありがとう。気に入ってくれると嬉しいかな。ふふん、私は歌にはちょっとうるさいんだよ。でもアリサのは本物だね。詩にスペルを乗せたりしてないのにあんなにみんなを魅了してるんだもん。スペル？いや、そのなんかクリアに景色が伝わって、そう、一瞬テレパスかなんかかと思ったけど違うみたいだしな。それはないかな、私レベル0だし。へえ、そうなのか。うん、前は悩んだこともあったけど今はちょっと感謝してるかな。ん？感謝？だって能力があったらきっとそっちに頼ってたかな。っていうかそもそも歌ってなかった気がする。そんなもんか。うん、ああ、私勉強とかもダメだったし、たった一つできたのが歌を歌うことだったの。だったら歌おう、そのためなら何でもしようって。いつかね、大きな場所でたくさんの人の前で歌えたらいいなって、それが今の私の夢かな。トーマ、なんだかキラキラして眩しいよ。眩しすぎるよ。あ、あの、いいかな。
です。はい。本当ですか？ありがとうございます。はい。わかりました。オーディション。オーディション受かったの。私デビューできるんだって。やったー。ってことはすげえ。プロじゃん。テレビに出られるのか。テレビ。じゃあカナミと同じになるってこと。すごいよ。カナミ、これは絶対お祝いしなきゃだね。うん。そうだ。私たちこれから豪華なご飯を食べるんだよ。アリサも一緒に行こう。え、でも。いいよね。トーマ。え、オーディションってあのエンデュミオンに関係したやつなのか？うん、キャンペーンに使うイメージソングに私の歌が選ばれたの。私知ってるよ。宇宙に行くエレベーターだよね。それじゃアリサ宇宙に行くの？それはまだわからないけど、オープニングセレモニーがあるみたいだから。もう勘弁してくれ。アリサの思いが神様に届いたんだね。うん、私ね、なんか運がいいんだ。今度の話も本当運がいいって。そいつは違うだろう。え？成功っていうのは怖がらずに打席に立って打ちたいって願って目いっぱいバットを振ったやつにしか訪れないんだ。あら。全然説得力ないんだよ、トーマ。まあ俺の不幸は筋金入りだからな。だけどお前は実力で選ばれたんだ。それは誇っていいことだと思うぜ、トーマくん。次行こうよ。こんなに楽しかったのって久しぶりかな。本当ありがとう、付き合ってくれて。俺もレベルゼロだからさ、夢を叶えようってやつがいると思うとなんか励まされるしな。トーマくん、そうそう、未来に向かって頑張る人を見ると元気になるんだよ。こりゃインデックスさんも頑張らないとな。って、それは失礼かも。私はもうシスターという立派な職業についているんだよ。それはイギリス正教全体に喧嘩を売っているととってもいいのかな、トーマ。何いきなりスケールアップしてんだよ。お前個人の問題だろ、それは。たまには家事とか手伝えよ。うるさい。私は食べることが仕事なんだよ。偉そうに言ってんじゃねえ。だいたいお前はシスターっていう自覚が。何？あ？旋律だね、すごく好きかも。その曲ダウンロードした中にもあったよな。歌詞はないのか？今作ってるところなの。今日は本当にありがとう。デビューライブ決まったら必ず知らせるね。あ、楽しみにしてるよ。ウンリーネ杯の象徴により
万物から抽出されし者よ。魔術の連中か。下がってろ二人とも。マリーベイト足止めして。土ジェーン。何者だよお前ら、どういうつもりだ。これはスペルインターセプト。これは師匠、なぜ勝手に動いた。僕の命令を待てと言ったはずだ。おいステイル、こいつは一体どういうことなんだよ。フォルティス931魔法名。本気かよ。君の右手じゃ質量までは消せない。トーマ、ダメ、やめて。今のは何だ。
これ以上騒ぎが大きくなると面倒です。撤収を。メアリー、マリーベート、ジェン。はい。やりますね。おい待てよ、どうしてアリサを狙うんだ。僕ら魔術サイドと科学サイドの間で戦争を引き起こしかねないってことさ。戦争？おい、それはどういう？あんたたちは何なんだ。我々は学園都市内の秩序を維持すべく特殊活動に従事している。そんなんじゃ分かんねえよ、あの子の敵なのか味方なのか。先ほどの戦闘は依頼を受けた任務の一環だ。答えになってねえ。警告する、彼女に関わるな。気安く関われば貴様は死ぬ。ララ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 ラアリサ。おお、気がついたか。ここはお家だよ、トーマのお家。俺ん家じゃねえ。あ、いや、正確には学校の寮だけどな。寮？ところで思い当たることあるのか、あいつらが何者なのか。ふふん、知らなくて当然だよ。だってあれはまだマジで科学だけじゃ割り切れない力ってあるよな。確かに。トーマくんも信じてるの？え、な、何を？うん、不思議な科学じゃよくわからない力みたいなのがあるかなって。まあ超能力だって不思議っちゃ不思議な力だしな。あ、あ、いや、ごめん。アリサはそういう力があってほしいの？実はね、私がそうなんだ。うん、歌を歌ったりするときだけなんだけど、何か計測できない力みたいなのがあるらしくて、今も霧ヶ丘で定期的に検査を受けてるんだけど、結局何かはよくわからなくて。もしかしたらみんなが私の歌を聴いてくれるのってその力のせいじゃないのかなって。違う、うん、そんなもんなら俺の右手が。ああ、そうだよ、アリサの歌は本物だよ。ありがとう。私ね、歌でみんなを幸せにしたかった。歌ってれば私も幸せになれる気がしてた。でもそれでもし誰かが傷つくならもう。おい、まさかオーディションに合格したのに辞退しようとか思ってないよな。だって歌いたいって結局は私のわがままだよ。またさっきみたいなことがあったら、そのせいで周りの人に何かあったら。だから諦めるのか、力ずくで来る連中に屈して自分の夢を殺すのかよ。言えよ、本当はどうしたいんだ。
歌いたいよ。だって私にはそれしかないんだもん。なら歌えよ。やりたいことがあって、やれる力があるならやらなきゃダメだ。だから考えようぜ、お前が安全に歌える方法を。しばらくここにいればいいよ。はあ、魔術師は人目があれば手出しはしてこないはずなんだよ。それにいざとなったら私もトーマもいるしね。そうしよう。魔術？ああ、とにかく敵、ここにいれば襲われないってことさ。いいの？はあ、どうやらそれが最善っぽいな。よし、居候の一人や二人や猫一匹、この上条さんがドーンと引き受けてやりますよ。はい、敵は分類不能な能力を使っていました。能力ね。でも今時は能力なんていくらでも生み出せるのでしょ。特にこの町では。今回の敵は相当に珍しい種類の力だと思います。レアアースを自在に操るあなたの能力も十分に珍しいと思うけど。シャットアウラ？単に少ないという意味での珍しさではありません。あなたのおっしゃる通り、名号アリサは襲われた。一体何者なのですか？あら、知らないと戦えない。ところで、この回線は本当に安全なのですか？ノイズを感じるのですが。ノイズ？ああ、そうだったわね。どう？ノイズはなくなった？はい。そう、よかったわ。じゃあ、明日もあの子の警護よろしくね。はい。ええか、カミアン、アイドルを応援する醍醐味っちゅうのはあお互いにあるんや。特に今のこのご時世、このアリサちゃんみたいに突然火がついてちーっと目を離した隙にあっちゅう間にメジャーになってしまうんや。ほんま、一瞬たりとも気抜けん世界なんやべ。そうでございますか。ん？カミアン、今日はなんかお疲れモードだにゃ。寝不足なんだよ。昨日からもう一人居候が増えて、枕も毛布も全部奪われた。寝不足、枕、全部奪われた。ん？どうしたの？はいはい、みんな席に着くのですよ。授業が始まるのです。ん？上条ちゃん、なんだかすごく顔色がひどいのですね。寝不足はダメダメなのですよ。じゃあ寝てていいすか？そういうこと言う子は早速今日から補習なのですよ。いい、一緒に頑張りましょうね、カミジョージョ。だからね、トーマはいつも私のこと子供扱いするんだよ。それはインデックスちゃんが可愛いからじゃないの？え、なんか言った？このサイドから聞いちゃうけどさ、インデックスちゃんとトーマくんってどういう関係？トーマがご飯を作ってくれて私が食べるんだよ。あと私が困った時には必ず助けてくれるかな。ああ見えて実は結構すごいんだよ、トーマは。不思議な二人だよね、あなたたちって。でもちょっと素敵かな。アリサ、アリサ、どうしたの？待ってて、歌詞思いついたから。恥ずかしいから。
明日？うん、オービットポータルの人と契約の話とか。マジか、俺補習受けなくちゃいけなくてさ、どう考えても間に合いそうにないな。うん、代わりにあいつに任すのも余計に心配なだけだしな。なあアリサ、誰かいないのか、頼れそうで一緒に行ってくれそうなやつ。ヤッホー、お待たせ。え、オービットポータルって3年前オリオン号の事故を起こした会社なの？はい、社運をかけたスペースプレーンが落ちたことで倒産状態になってたんです。でもその直後に買収されて奇跡の復活、今回のエンデミオンを実現に導いたんですよ。ちなみに今度の社長は女の子なんです。確か10歳くらいだったはずです。え、じゃあ当時7歳だったってこと？そんなのただのお飾りじゃありませんの。だいたいゴスロリ美少女社長なんて盛りすぎで、もはやうさんくさいですわ。そんな、包帯ツインテール車椅子ほどじゃないですよ。ういはる。で、これは都市伝説なんですけど、彼女は実は宣伝用のホログラフィーとかロボットじゃないかっていう話があるんですよ。眉唾ですわね。あながち嘘でもないかもですよ。思いません？なんかすごくお人形さんっぽいっていうか。美佐子さん、どうしたんですか？いや、なんかその人形。あなたの歌好きよ。こんなに気に入ったのはジェニー・リンド以来かしら。頑張ってね。今の、アリサです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。よろしく。お世話になります。あら、あなたたちは？アリサさんのマネージャーです。かわいい応援団だこと。はい、じゃあお願いします。ごめんね、こんなことにまで付き合わせちゃって。緊張します。でもなんだか楽しくなってきちゃいましたよ。ほら、早く前に行きなさいな。でもさてさ、こっちですよ。なんでここにビリビリが？まあでもあいつがいれば心配ないか。あいつはあの時、キブで爆弾を発見。複数個です。すぐに退避しろ。
他のユニットはメイゴアリスを誘導。大丈夫か？あ、危なかったな。よかった。少しでもずれてたら。本当奇跡ね。ああ、そう、奇跡だ。奇跡だ。おい、そこをどけ。おい。アリスは無事なんだな。死傷者はゼロ。そうか、分かった。気がついたか。ここは無理はするな。アリサや上にいた連中は無事だ。観客も、メイゴ・アリサも。お前の仲間は？私の、クロカラス部隊も全員無傷だ。まさに奇跡ってやつだな。私の前で、その言葉を口にするな！偶然の結果が、たまたまその方向に向いただけだ。あるのは、量子力学的な偶然の偏差と、都合のいい結果を求める人のいびつな欲望だけだ。人は怠惰で愚かだ。都合のいい見えざる手など存在しない。あんたが鉄壁の委員長だってのはよく分かったよ。でもあいつの歌ちゃんと聞いたことあるのか。いっぺん聞いてみろよ。やっぱり奇跡はあるって思うかもしれないぜ。私の脳はある事故で音楽を認識する機能を失った。音の工程とリズムを処理する機能のみが喪失してしまったらしい。私にとって歌は耳を汚す醜悪なノイズでしかない。すまない。あんたのシャットアウラだ。シャットアウラセクエンツや。シャットアウラ。俺はなぜ謝る。私は今の自分に満足している。おかげで歌にも奇跡などという言葉にも惑わされずに済むのだから。第7学区内ショッピングモールでの爆発事故のニュースです。ショッピングモール地下の施設で何らかの爆発があり、原因の調査が進められています。事故当時、歌手のアリサさんのライブイベントが行われており、多くの観客が会場にいました。奇跡だね。そう、奇跡。アリサ、すげえ。大丈夫か？トーマ君、なんか変だよね。本当に奇跡があるなら、そもそもあんな事故は起こらないんじゃないかって。そういや、そうか。
分からなくなってきちゃった。昔も大きな事故に遭ったことがあるらしいし。らしい？私3年より前の記憶がないの。この名前も施設の人がつけてくれたものなの。だからこれが自分だって言えるものがなくて。だけど歌を歌ってるだけで心が温かくなって何かが湧き上がってきて、歌があればいつか取り戻せそうな気がするの。私がなくした何かを。俺もなんとなくだけどわかるよ。少なくともお前には信じてるものがあるんだ。ならきっと大丈夫さ。いよいよ明後日はエンディミオンの完成披露式典ですね。はい、当日には我が社の総力を挙げて皆さんに奇跡とはいかなるものかお見せできると思います。実効性が伴えばこれだけ強いコピーはないわ。そう思わない？いえ、私は奇跡など信じていませんので。本当につまらない子ね。オリオン号とともに地に落ちるはずだったオービットポータルの名脈を保ったのは88の奇跡のイメージよ。ある意味奇跡は我が社最大の売り物なのよ。オリオン号事件は決して奇跡などでは。88人全員が助かってるのに、あれが奇跡じゃなくて何？さあ、これでようやく全ての準備が整ったわ。いよいよだね、アリさん。うん、インデックスちゃんたちが助けてくれたおかげだよ。今日は私がおごるから何でも食べて。本当？はい。いや、よりによってあの子とは。さすが神やんぜよ。ってことは土見かと、お前は知ってるんだな、アリサが狙われる理由を。あの子が聖人もしくはそれと同等の力を持っているとみなされているからです。神崎、暫定で第9位。完全に覚醒すれば私を上回る力を持つ可能性も。アリサが聖人？まあくまで推測、証明も何もされていないにゃ。土帝、あなたの見解は？どうだかにゃ。そもそも聖人の定義も曖昧だし、姉ちんがいろいろ細かく隅から隅までずずずいっと調べさせてくれれば。冗談ではありません。それが何であれ、学園都市はあの子の資質や能力を解剖学的に解明して利用したいらしいぜよ。特にあのロリッコ社長はな。これあの歌の歌詞、一緒に歌うって約束したでしょ。はあ、いっぱいおめでとうだね、アリさん。ありがとう。乾杯。まあ二人三脚に、しかも美坂さんとなんて。どうしてもと頼まれてしまって断るわけにはいかない。何事ですの？何ですって？インデックス？どうした？アリサが？クローリーダーよりクロー4、状況を。目標は高速道路に入りました。見失うな。奇跡など存在しない。
捨てたまるものか。あの師匠、車の中でタバコはダメですの。背が伸びなくなるのです。構わないよ、もう十分伸びたからね。違うのです、私がですの。来るぞ。メアリー、前に出すな。勝手に。何先走ってるんだよステイル。まだあの子が成人だって証明されたわけじゃねえんだろ。神崎か。先ほど新たな命令が下ったんだ。あれが何かわかるか。宇宙エレベーターだろ。違う。シュメールのジグラット、バベルの塔、合理性を超えた規模を持った建築物は存在した時点で魔術的意味合いを帯びてしまう。問題はそこに成人を組み込んで超大規模魔術装置にしようとした人間がいることだ。ちょっと待て、学園都市に魔術を利用しようとしてる奴がいるってことか。私よ、アンチスキルが動き出したわ。撤収して。了解。ソテンさん、もしもし、どうしたの。え、アリサさんが。はい、さらわれたのは彼女で、ほぼ間違いないんじゃないかって。わかった、私もすぐ行く。
このブレスレット。やっぱりあなたたちは引き合ってしまうのね。あの日オリオンに乗っていたのは乗客乗員88人、そして事故の直後生存者88人が確認された。誰もがこれを奇跡と言ったわ。でも本当は一人だけ死亡者がいた。オリオン号のパイロット、ディダロス・セクウェンツィア。そう、あなたの父親。でもその事実が確認された時はもう手遅れ。世界は奇跡に沸き、89人目の存在は隠蔽され、そして奇跡だけが残った。88人しかいないはずの機体に突如として現れ、奇跡を演出した少女、それがこの子よ。あなたはあくまで奇跡だと言い張るのか。だって本当は誰も助かるはずはなかったのよ、あの事故は。まさか空ならうまくいくと思ったのよ。なのにあなたの父親以外みんな助かるなんて。ま、思わぬ副産物ができたのだから、ある意味成功と言えるかしらね。お前なのか。お前のせいで。16回目だったかしら。化け物め。あら、そう。私も大概だけど、あなたたちだって相当なものよ。あなたは生かしておいてあげる。本当の奇跡が起きる瞬間をとくとご覧なさい。貴様が何者でも、何を企んでいても絶対に潰してやる。絶対にだ。期待してるわ。連れて行って。さてと、あとはあなたね。おはよう。あなたにお願いがあるの、名護アリサさん。招待ナンバー2033から2152までの方は17号リニアにご搭乗ください。いよいよ明日の完成披露式典を控え、エンデュミオンには式典の招待客が続々と集まっています。それじゃやっぱり、アリサは帰ってないよ。私もあちこち当たってみたんだけど。そうか。トーマ、ねえ、やれやれ、今度は大やけど、そんなに入隊員の記録を更新したいのかい。ああ、いや、そんなことは。はい、神谷。ちょっといいかにゃ。クローセブンより前期、システムへの侵入に成功した。決着は僕らがつける。決着？レディリー・タングルロードは本来こちら側の存在、ギリシャ先制術を得意とするシビルだ。彼女は名護アリサを核にして術式を構築しようとしている。エンデュミオンを使った超巨大なやつだにゃ。そんなもんが実行されたら北半球がまるっと全滅ってクラスのな。とにかく問題が魔術である以上、これは僕らの領分だ。君たちは引っ込んでいろ。対処できるのか。場所は宇宙ぜよ。核を始末。いよいよとなればあの塔ごと破壊する。核を始末って、つまりアリサを殺すってことか。まあそうなるね。アリサはな、あいつは夢があって、それに向かって一生懸命努力してて、そんな女の子がどうして北半球をぶっ壊す悪者扱いされなきゃならないんだよ。トーマ、まだ起きたらダ
そんなこと、もう言ってられねえ。科学と魔術、どっちに任せても、アリサは殺される。相変わらずバカなやつだ。そう言うと思って、準備はしてあるぜ。ん？じーふんふん、なるほど。なんか大変なことになってるみたい。って、ミサコはミサコはわざと大きな声でつぶやいてみたり。せーな、独り言ってレベルじゃねえぞ。ったく。ねえ、ジュース買ってきたんだけど、飲む？って、あいつ！あなたの父親以外みんな助かるなんて、これが奇跡でなくて何？お待たせしました。状況は？レディリーたちはすでに宇宙へ。作戦は第4フェーズまで進行中。アンチスキルの一部隊がエンデュミオンに近づいています。上へ行く準備は？できてます。隊長、私は決着をつけに行く。この後は一人も上に上げるな。出るぞ。私のために歌ってくれないかしら。あなたの奇跡の歌を。トーマくん、まだ悩んでるの？道端で歌っていたあなたにこんな大きな舞台をあげたのに、嫌なら断ってもいいのよ。その場合はここにいる招待客全員が死ぬことになるけど。歌います。でもそれは私の夢のためでもあなたのためでもありません。私の歌を純粋に楽しみにしてくれているみんなのためです。あの人たちのために私は歌います。あなたが何を考えていようと、それを上回る奇跡の歌を。これはバリスティックスライダー。学園都市の次期主力宇宙輸送機関のコンペで敗れた不遇の新型シャトルシステム。ガミアンにはこれで行ってもらうぜよ。え、どこに？宇宙に決まってるぜよ。地下のリニアトンネルや資材搬入路はどうなってるじゃん？全て閉鎖されています。ということは今使えるのはこの橋のみか。今夜は星が綺麗で、だからきっと届く。突撃！眠れぬ夜、見上げれば星たちがいつだって来てくれた。信じてるの、でも本当は怖い。頼むぜよ、神谷。さてと、行くぞ。有限と無限、全てが交差するこの空間では地上とは違う法則が働く。一
人々の熱狂と血は神々の宴に捧げる供物。その息吹がエンデュミオンの永遠の呪いを打ち破る。あれはすごい、見たことないほど巨大な魔法陣だよ。地球そのものを術式の一部に取り込んじゃってる。あれが発動したらどうなる。何が目的かはさっぱりわからないんだよ。ボエティア系だとは思うけど、こんなのは記録にないもん。なんだ。はーい、カミヤン。早速だけど、残念なお知らせだにゃ。エレベーターに装備されたアンチデブリミサイルにロックオンされたぜよ。おい、どうすんだよ。こっちには武器なんか。もちろんあるぜ。レチン、出番だぜ。地味かと覚えておきなさい。募る思い、この恐れを高く積み上げたなら、届けた泣きの Go to wish our happiness。 誰の夢にも空にも終わりはない。いくら歌い続けるとはに響く声、幾千の時も声届けたい。頼みます、神城トーン。しばらくかかるそうです。ったく、勝手に置き去りにするとか、どっかピントがずれてるのよね、あいつのやることって。ねえクロコ、頼みがあるの。え？あんたはここを守って。お姉様、まさか。あんたにしか頼めないの、だからお願い。お姉様、頼むわよ。お姉様、僕らも動くぞ。はい、はい、首相。下は大騒ぎみたいね。でももう間に合わないわ。それはどうかな。バカな子、来てしまったのね。言ったはずだ、絶対に許さないと。させるか。
聞いたぜよ。三つ目が何とかできる方法があるんだにゃ。誰だ。わかりません。誰だか知らないけど、ハンチスキルの暗号通信に割り込めるってことはただのヤジ馬やいたずらじゃないわよね。てなわけでステイル、一つ頼むぜ。仕方ない、使われてやる。うるさい、うるさいんだ。
ですか。奇跡を止めてやる、絶対に。満天の星たちきらめく、強く願ったらきっと叶うから、自分信じて。術式は初めて見たよ。地球を壊しちゃう気。魔力を生成するための回路が乱れてるどころじゃないよ。禁書目録ね、聞いたことあるわ。10万3000冊の魔導書を記憶させられた人間図書館。あなたならわかるでしょ。魔術によって呪われた者の気持ちが。ようやく抜け出せるのこの地獄から。無理だよ。それをやってもあなたは死ねない。私にはわかる。こんな。早くしないと全部手遅れになるじゃん。油断するな。師匠来るぞ。トーマ君。やめろ、シャットアウラ。こいつの存在がレディリーの計画を生み出した。その裏の犠牲もこいつの歌が、こいつの起こす奇跡が人を惑わせる。だから殺す。なぜだ、なぜ笑う。ミサコさん、爆砕ボルトは次の角を右です。了解。どうしたんですか、ミサコさん。大丈夫ですか、師匠。気にするな、ただのかすり傷だ。師匠、ここは私たちが。何を言っている。僕だって頼まれた仕事は最後まで。こちら読川。すまない、このままじゃたどり着けそうもないじゃん。大丈夫です、構わず3カウントで喧嘩してくださいと美坂はお願いしてみます。お姉様。ったく、なんでこの俺がこんなことしなきゃならねえんだ。だってだって、このエンデミオンが倒れたら地球が壊れちゃうって、みんなが住むところがなくなっちゃうって、美坂は美坂は当たり前の正論を語ってみたり。地球だ、そんなもん知ったこっちゃねえが。ま、リハビリにはちょうどいいか。迷ってる暇はなさそうね。行くわよ。
解いて崩す方法を見つける。キブを爆破しただと？これで分かっただろう。できないことなんかないんだよ。オリオン号の機長だった私の父はあの事故でたった一人犠牲になった。私も他の乗客もみんな助かったのに。だから私は奇跡を否定する。奇跡などに頼らず自分の力のみで戦った父の意志を継ぐためにも。お前の親父さんはお前や乗客を守ろうとした。たとえ可能性が 1% もなくたって限界までやればなんとかなる。そう信じて最後まで頑張ったはずだ。だからこそお前や他のみんなも助かったんじゃないのか。奇跡を起こった。お前の親父さんこそ奇跡を起こしたんだ。それを否定するってことはお前自身がもう一度親父さんを殺すことになるんじゃねえのかよ。頼む、出てくれ、カミアン。くそ、やはり落ちるぞ、エンデュミオンは。奇跡の歌だ。なら今すぐ救ってみせろ。地上に落ちるエンデュミオンから全ての人間を救ってみせろよ。その女もお前も奇跡を肯定し秩序を乱す者は全て。お前のやり方で奇跡を否定しても秩序なんて生まれない。ほんのわずかの可能性にかけて何かが手に入るって信じて、それでちょっとでも変えられるのが前に進むってことだろう。それがお前の親父さんも目指したもんじゃないのか。それこそが奇跡ってやつじゃないのかよ。お前のその惨めな幻想をこの右手でぶち殺す。左翼エンジンブロック脱落。もうダメです。諦めるな、まだやれることはある。どうした？おい。お願いします、私の大事なもの全部なくしてもいい。だから今みんなに奇跡を。そうだ、私は
あの時願った。大事なものを差し引いてでも奇跡が欲しいと。そして私が生まれた。結局何だったんでありけるのかしら、あの乙女は。そうだね、例えるならば願いというところかな。願い？能力者のものでなくとも人の願いというものは主観を歪めてしまう。複数の願いが同一の思考を与えられれば、それは因果律にすら干渉する力になる。その力は一人の少女を分断し、多くの人の運命を変えた。そして二人が一人に戻らんとする際の歪曲が今ひとたびの奇跡を起こしたと。レディリーは興味深い実験をしてくれたよ。けだし死ねないというのは不幸だな。ねえトーマ、やっぱりアリサって。いや、だって俺が触れたんだぜ、この右手で。だからあいつは幻想なんかじゃない。歌が好きで、歌でみんなを喜ばせるのが好きで、それだけの普通の女の子なのさ。そうだね。にも聞こえた？ああ。I'm not afraid to die.
追いかけていつかきっと手に